葛飾北斎、北斎漫画より、縁のオズヌ、前期、キ、期前期、ン期は、主言道の回祖である縁のオズヌが従えていたとされる、夫婦の鬼。前期が、夫、後期が妻である。縁のオズヌを表した彫像や絵画には、しばしば前期と後期が左右に従う形で、表されている。縁のオズヌよりは一回り小さい子鬼の姿をしている、ことが多い。名は、 ゼンワラベオ鬼と、妙ベオ鬼とも称する。前期の名は、ギカ覚、または、ガ学、五期の名はギゲン、または、吉方とも言う。猿ズヌの式神であったともいい、猿ズヌの弟子とされる、ギカク、覚、ゲンと、同一視されることもある。夫の前期は、恩明の火を表す赤鬼で鉄夫を手にし、その名の通り、猿ズヌの前を進み道を切り開く。 旧を背負っていることが多い。現在の奈良県吉野郡下北山村出身とされる。妻の五木は影を表す青鬼で、利水が入った水亀を手にし、死を入れたおいを背負っていることが多い。現在の奈良県吉野郡天川村出身とされる。前期と五木は青の関係である。本来は、音名から考えても前期が、あで五木がうんだが、逆とされることもある。 元は、生駒マ山地に住み、人に災いをなしていた。縁のオズヌは、彼らを不動明王の秘宝で捕獲した。あるいは、彼らの五人の子供の罰死を鉄釜に隠し、彼らに子供を殺された親の悲しみを訴えた。二人は改心し、縁のオズヌに従うようになった。義覚、義言の名はこの時縁のオズヌが与えた名である。彼らが捕らえられた山は、鬼取山、または、 鬼鳥学区と呼ばれ、現在の生駒市鬼鳥町にある。なお、静岡県小山町椿里にも、猿之淳が禅期と五期を長伏し従えたとする伝説がある。千葉県調子市には、江戸時代に生駒の鬼鳥山革林寺に巡礼した渡辺老衛門のという人物が、千葉港上村に帰京後、禅期を祀って信仰した山があり、禅期山と呼ばれた。修玄道の霊峰である、 大峰山六の現在の下北山村禅期に住んだとされ、この地には二人のものとされる墓もある。また、この地で五人の子を作ったという。さらに、禅期は後に天狗となり、日本八大天狗や四十八天狗の一村である大峰山禅期坊になった、ともされている。禅期と五期の五人の子は、五期または五坊と呼ばれた。名は、新吉継、義城、義達。 吉本。彼らは、縁の渦の五大弟子と言われる、義格、義元、吉とぶき元、方言と、同一視されることもある。彼らは、下北山村前期に修行者のための宿坊を開き、それぞれ行者坊、森本坊、中野坊、小中坊、不動坊を親御とした。またそれぞれ、御き次、ぎ、ご鬼熊、ごき城、ご助、御騎道の御矢の祖となった。 五屋は互いに婚姻関係を持ちながら、宿望を続け、五屋の男子は代々名前に、義の文字を持った。ただし、明治初めの廃仏希釈、特に八百七十二年の修験道禁指令により、修験道が衰退すると、五鬼熊、五鬼城、五鬼道の三屋は廃業した等で、五鬼継ぎへは1960年代に、廃業、五鬼継六十一代目吉文は、和歌山県で、 社会福祉協議会向けの会計ソフトウェア会社を経営。ご機上の子孫は首都圏や関西、海外に分散しており、ご機上かきわは最高裁判事を務めた。粉かぼうのごきすけけのみが今も宿坊を開き、2018年現在は61代目のごきすけ技師が当主となっている。ありがとうございます。